どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫セブン織田編、続きをやっていきましょう。で、キーの方はすべて取りまして、これで攻められる場所の城は全部取ったことになりまして、そうするとイベントが起きました。まあ、前回ちょっとヒヤヒヤするところもありましたが、それでもなんとか無事、五体満足で仕事を淡々とこなし続けていた。だな、なんやかんやで結構国にとっていますよ。今の織田があるのも全てはあの今川を滅ぼした戦いからだ。今川を滅ぼしたってことは、今川家ってもういない？桶狭間が起こっていなかったのに、まだ尾張ので全然統一できていなかったですよね。じゃあ桶狭間はもう終わってるってことか。もっと言えば、その前の信長の父信秀が父の城を騙して奪ったあの時から。じゃあ何、桶狭間終わった後で尾張も統一したのに、美濃に行かずに、しかも同盟も組んでいないんですよ。なのにどんどん西の方に行ってる。で、織田の繁栄は父の俺たちの不幸と引き換えにある。父上が死んだあの桶狭間の戦い、あれがなければ今頃は父上とその兄である今川義元。どういうことだ、まさか今川家だったの？今川相馬さん、義元さん、まだ兄弟いたんだ。花倉でいろいろあったのにね。じゃあ、おじって言っていたのはあの義元様のことだったんだ。ってことはもうあいつもう死んでいるんだ。そこで父上ともども義元様がやられて、でそれで織田家に対し、信長に対して恨みを持っていたと。今日で学び続けていたのは全て父上を助けるためだったのに、いつか今川が天下を取るためのものだったのに。いや、まさかまさかの桶狭間で、ね、父上が亡くなってて、でそれの復讐だったと。いや、桶狭間がまだだと思っていたからな、その線はないとは思っていたが、信秀が父に取り入り騙して城を奪ったように、俺は信長に取り入り信長を騙してその地位を奪い取る。どうやら信長はまだ俺の素性には気づいていないようだし。けれども氏真みたいに過去の因縁チャラにしてね、取り入ることによって幕末までちゃんと家を流られたっていうケースもあるんですよ。まあ、ヒヤヒヤする場面は結構ありましたよ。ああ、それこそ主従を超えるような信頼、つまり愛。ああ、せっかくここまで書いたのに、これはやり直しだな。仕事に集中しよう。もっと仕事をこなして、さらに新たな仕事も得なければ。けれども織田家が大きくなっていくごとに、その信長をなんか測る、まあ、騙す機会ってどんどんなくなってくるんじゃないのかな、とか言っていると南近江への侵攻が可能になりました。いや、この今川相馬。父上と叔父上の仇を。場所は二方向から攻められるが、どちらか一方は守りにした方がいいな。観音寺がある。で、武将とかもね、歩兵もかけれるんで、兵力はそろそろね、だいたいメインに使っているのは1800ぐらいまではいっているんだが、2000ぐらいまでは上げるか。難易度はあれだ、優しいでやっているんで、あんまりね、兵力増やしても
まあ大丈夫だとは思うが、で彩花孫一とかいる、五行とかね、まあ雇える人数がまだ7700いけるんで、歩兵自体はどんどんかけておいて、で内政とかは石高上昇させているんで、どんどんね兵力自体は増やすことができるんで、川尻秀隆とかで桃地さんとかで、キーが統一されたんでここもいける、800。でこっちはこっちでダブル佐久間1200か。だからといって偏るのもな、もっと攻められる場所増えるっていうわけでもないんですよね。ここはまあ余っているがいいや。で次はこっち、あここは100か。筒井純慶をちみちみ強化している、兵力を増やしているが、まあこうして、ね、左上の信長さんも笑っていることですし、現在は織田家は順調。南近江といや六角がいるな。だからこそこうして、まあ、松平とは同盟を組んでいて、今川家も滅んだとはいえ、これは氏真の方じゃないのかな。そもそも今川家に残るわけでもないんですよね。うん、これで精一杯というところだ。じゃあ国高もちみちみ強化、まっちゃん鍛えるのもな、あとあとなんかどうせ裏切るでしょ。お任せくだ、うん、悪くない結果だと思いますぞ。すげえな、3万石も上がる。レベル3ぐらいまでは行きたいから、じゃあバッキーかな。よし成功。で CP が4、あと1回ぐらいはやっておこう。内政が高そうな、ね、今日筒井純慶レベルあれか4か。わ、成功しました。で武将入れ替えで、ここよりかはな、こっちもこっちで兵力があんまりなくて、あーここもやばいな。じゃあここと、じゃあ入れ替えで、これで CP0、 控えの武将もいますけれども終了で、じゃあ攻め込んでいきましょう。水口っていうのかな、六角以外にもいるんだろうか。敵武将6、あでも六角系だな。相手から来るか、こうなるとねそこそこねやばいんですよね。相手の方が体力がある。筒井純慶がもう大将だな。あんたが大将。私ですか。準備終わりましたよ。であとはまだ兵力がありそうで能力的に高そうな林さんとか。準備はできたぞよ。準備はできましたわ。準備はできました。こうなってくると厳しいぞ。相手は六角。もうちょい CP 残してこう強い武将を置いといた方が良かったな。いやここは守りだ。ただ竹の束がこっちにはないな。相手は控えからも武将を出してくる。行くぞ。弓なんですよね。覚悟はよろしくて。自身の体力回復か。そういうスキルがある武将がなんとかね多かったらいいんですけれども、ただ相手弓が多いからな、こっちから打って出ないとダメなんですよね。
ここにいたら防御力が上がるというのに、多分なかなか前には来ないでしょう。弓ばっかりだ。だから前に進んで突撃しますわ。あ、交代ではないぞ。突撃します。いや、見よ、我々は備えを一つも失うことなく六角軍を撃退。共に参るぞよ。回復最高あとは控えに控えを出し入れすることによってまた体力マックスの状態で出すことができる。大将はね、撤退できないんで、なんとか筒井順慶を守りながらやっていたが、でこっちが反撃。少しは楽しめるといいのだが。よし、準備は万全だ。早く縄文に取り付きたいから私は一旦置いといて、秋山さんにしておいて、準備できたよ。準備はできました。こう、六角軍でも六角系がいないな。しかも霧が出ている。富永さんはのこのこと突っ込んでいく。いや、さっきはよくもやってくれたな。南近江がね、どんな感じの勢力図かは見てみたいんですよね。六角がそこいるんだったら、六角はおそらくは南近江は統一しているんでしょうね。あんまりね、もう勢力図がもう信用できんからな。攻め立てよ。参ります。行くぞ。しかし大将の姿が見えない。行くのじゃ。でこれで南近江の足がかりはできた。ああ、震度差入るんだ。ふう。全部六角だな。でしかも観音寺にはいない。あ、でしかも浅井とは同盟組んでいることになっているおかしいな、お市はいないんだがな。まあそこら辺も突っ込むのは野望なんだろうな。見ると坂本総兵衆って書いてあるな。比叡山あたりからなんか坂本までやってきて城を取ったのかな。じゃあそこは信長さんたちで攻めていきましょう。まあ、こうして南近江を進めてはいますけれども、今回の織田家のシナリオ的には武は関わらない感じがするな。一応今川はちらっと名前だけはね、あの相馬さんの、 あの父上とおじ上の関係で出てきはしましたがね。少しは楽しめるといいのだが。私の持ちだ。行くぞ者ども。よし、では行きます。準備はできましたまた勝家お留守番。城の防御力はあんまりないな。で、あそこにいる。そこはまあ一旦包囲してからだ。防御力はあんまり高くはないんで、まあ、どんどん、いいぞ。相手が交代して籠城したところで問題はない。行くぞ。いや、まだ攻撃はしない。仕方見よ。相手の行動が終わってから。いざ参る。よし、ならば攻撃開始。防御力はあまり高くはないんで、まあ、いざ困られても問題はないが。攻め立てよ。行くぞ。しかと見よ。この鬼五郎座がお相手いたさ。とどめはまっちゃん。突撃します。次はこちらの番ですね。よし、これで南近江も統一。いや、だんだん京に近づいているぞ。山城はどうなんだろうね。お、鍛錬場。
南を見はとりあえず統一できたんで、次は山城になるのかな。とすれば将軍殺しっていうからには義輝さんはもう亡き者にされているんで、義明かな。なるほどな、まあ、それだったらもうなんか信長さん自身となんか稽古でもできればいいよな。おなんだか騒がしいようだな。信長さん、頑張ってください。お信長さん相撲大好きですもんね。鍛錬しているとなんか相撲でもするかって言われるんですけれども、おやおや、そのような格好で相撲、さらしは巻いているど下ふんどしですよね。もうちょいね、下あの画面もうちょい下見れないかな。組んでいる相手はまあただのモブだろうな。さすが信長様、お強いです。おお、そのまま押せ。まあ、実際の信長さんも相撲が大好きとはいえね、なんかこうはだけたりしないんだろうかな。これは信長さんのことだからお前も混ざらないかとか言ってきそう。いや、いいな、なかなかそう汗をかいているのも素晴らしい。お、豊満な胸は晒して巻いているだけだから、激しくぶつかり合うたびに大胆に揺れていて思わず目を引かれてしまう。なんでこんな素晴らしいことを。ほらほら、どうした、貴様の力はそんなものか。このままだと負けてしまうぞ。今のうちにあれだ、相馬さんも脱いでふんどしになって、よし次は私だっていう。でも相撲なんて初めてだし、どうしていいか。相撲に方法も何もあるか、ただこの土俵の中で踏ん張り切れるかどうかだ。そんなこと言われても。信長様、もう勘弁してください。信長さん気にしないだろうけれども、女武将からすればなんでこんな男どもの前で晒し巻いてふんどしで相撲を取らねばならんのだってことになるよな。そらそうだろう乗り気ではないだろう。信長様、そこだ、そのまま押せ。どんどん激しくしていいですよ、どんどんぶつかり合え。信長様、あと一押しですよ。うわー、いいぞ信長様。それ、はだけている。うわー、信長様、そんなに引っ張ったら食い込みが。光が惜しいが、どこの食い込みなんだ。ふんどし、尻にふんどしが食い込んでしまったようだ。それそれ、どうした、貴様ももっと本気で挑んでこい。かわいそうにね、この上司からのセクハラそんなこと言われても。また食い込みが。いいぞ、食い込み具合も最高だ。その通りだ。信長様、もっと押して。お、揺れてる、胸が揺れてるぞその声自体は信長様の耳にも入っているんだろうかなもう見ないでくださいよまたふんどしが食い込んであの女武将多分自刃するだろうなこの後一体これは何なんだ。ここは天国か。あれ、相馬も見に来たの。あ、いえ、俺は鍛錬に来ただけなんですが、藤吉郎殿、あれは何なのですか相馬はあれを見るのが初めてなんだ。そりゃ驚くよね。はあ、ちょっと驚いています。信長様って相撲好きなんだよね。しかもただ見るのが好きってだけじゃなくて、自分でするのも好きなんだ。
そうなんですね。だから、取り組みを。でも相手が男だとむさ苦しいからって、女の武将がいつもその相手に選ばれるんだ。なるほど。しかしお相手の将は嫌がっているようにも見えますけど。嫌がってるだろうね。っていうか、普通は相撲をするのが好きって女の子っていないと思う。しかもね、男どものギャラリーの前で取らされるとんでもないセクハラを受けているんですよ。セクハラ&パワハラだよな。そうでしょうね。見るのは好きでも自分が取り組みをするとなると、ふんどしも巻かないといけませんし。いや、そっちはあんまり、そこはあんまり不思議には思わないな。まあそういうことだからさ、女武将たちはいつ自分が信長様の相手をさせられるかといつもヒヤヒヤしてるんだよ。じゃあサルちゃんはどうなの？まあありがとうございます。なんとなくこの状況が理解できましたけれども、私はどうやら混ぜてはもらえないな。男の武将たちは女武将と違って嬉しそうだけどね。こうやって信長様たちの色っぽい姿を見られるから、それを楽しみにしてるやつも多いみたいだよ。私もその一人だがな。なるほど。あ、女武将の方も少しずつ慣れてきたみたいだね。ここからもっと面白くなるかも。何になれるの？相撲になれるの？食い込みに慣れてきたの？よし、いいぞ、もっとかかってこい。やはり相撲はこうでなくてはな。もう羞恥心を捨てたのかな。もうこんなことやだ。だから早く終わらせる。やけくそになっているぞ。そうだ、そこだ、もっと頑張れ。よし、こちらも反撃だ。そうだ、頑張れ、負けるな。まあ確かに両者激しくぶつかり合えばぶつかるほどにどんどんはだけていくわけですよね。そこだ、まだ逆転できる機会はあるぞ。まあかくある私もそうだが。つくづく素晴らしいやつだ。逆に相馬さんの方はかなり呆れている感じがするんだな。いや、こんなやつに父上は負けたのかと。あら、ずいぶん冷静だな。一緒に興奮するわけじゃない。それ、これでどうだ。これはどうだ。さらしの中でブルンと大胆に揺れた。やはり理性は保てれないか、相馬さん。その、なんというか、男としての条件反射みたいなもので、その、わかるわかる。まあ相馬も男だもん、仕方ないよね。だいぶね、体勢的にも前かがみになってしまっているからな。はあ、私も以前はあれやらされたんだけど、うっかり一度勝っちゃってからは呼ばれなくなっちゃったんだよね。それは残念。秀吉、いや藤吉郎ちゃんのふんどし姿は見たかったが、勝ったんだ。こんなことならわざと負けておけばよかったな。じゃあ藤吉郎ちゃんは一緒に相撲は取りたいって思っている方なんだ。当然だよ、私は信長様とだったらどんなことでもやりたいの。だって信長様は出世させてくれるもん。今の何でもするって言ったか。なるほど。
藤吉郎殿はもともとは農民の出身だったとか、だから相撲もお得意だったのですか？そうそう、農家の子供って男も女も小さい頃は相撲の真似して遊んだりするんだよね。そこまで娯楽はない感じはしますよね。では藤吉郎殿は農家からそのまま織田に？違うよ、その前は今川の武将のさらに下の下ぐらいに仕えてたんだけど、そこが全然ダメでさ。あんまりね、あの松下さん悪く言わないで。で、今川の？農民の私なんか全く出世の見込みなし。手柄を上げようにもその機会さえくれないんだもん。あ、なんか今川ディスられ始めたぞ。だからさっさとそこを見限って私は信長様に仕官させてくれってお願いして今に至るって感じ。でもまあ正解だったよね。家風もあるんだろうけど、その今川の下のまた下じゃ下働き以外何にもさせてもらえなかったもん。相馬は織田が初めてだからわからないだろうけど、織田にいるっていうのは結構幸せだと思うよ。だよな、もうてんてんてんっていう感じにはなるわな。まあ、そもそも相馬さんだってね、今川家の一門衆だからこそっていうのもあるし、やっぱり下っ端からっていうのは難しいところもあったんだろうね。あれ？どうしたの相馬？何か険しい顔してるけど。あ、いや、なんでもないです。その今川のものだとバレたか。顔を赤くしてしまった。藤吉郎殿、あの、どうかされましたか？あれだよね、その信長様の体見て、その男の人だから仕方ないよ。気にしないで川屋に行っておいで。ああ、やっぱりバレた。前かがみになっているのバレたかな。私のことは気にしなくていいから。ほら、我慢すると体に毒なんでしょ。ああ、わかった。じゃあちょっと一発抜いてくる。いや、まあ、欲情したのは事実ですよ。その処理に困っている。あの、何か誤解されているようですが、俺は決してそういうあれではなくて、その、もういいって。無理は良くないよ、相馬。ほら、誰にも言わないでおくから、そっと川屋に行っておいで。いや、その大声で言うなよ。あ、次は北近江ですか。まあ、藤吉郎は青い言うが、やっぱり羞恥心はあったりはするんだね。いや、なかなかいいイベント、さらには物語に絡む必達の職務が発生。いやー、いいイベントでした。眼福なり。じゃあ今回はここまでにして、次回イベントが発生したら撮っていきましょう。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。